ポレーションを輸送するミセルです。動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子のガオシンです。この動画にコメント、高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。さて、ここは千葉県市原市にある小湊待合室というカフェです。詳しくは小湊鉄道で途中下車しない旅の甲府第5位編をぜひ見ていただきたいのですが、この時はですね、残念ながらラストオーダーの方が終わってしまって店内に入ることはできなかったんですけど、今回はなんとか入ることができました。小湊待合室のメニュー表とお店の雰囲気が分かるものを見つけました。ゆっくり見ていきましょう。主なメニューはこんな感じです。あ、どうもおはようございます。こちらライトコーヒーキハ211を注文の数は1個で、なかなか画期的な決済方法じゃないですか。そしてここで確定を押すと完了ボタンを押すとレシートが出てきました。それでオーダーをキッチンの方に運んでるのかなというのでちょっと話したいと思います。こちらに目を向けますと、小湊鉄道の始発駅、五井駅見えますね。ところで、小湊鉄道は先月中旬に集中豪雨被害を受けた被災現場の復旧工事が無事に完了しまして、全線運転再開されたそうです。おめでとうございます。いやー、本当にめでたいですね。ここで今回の旅の目的なんですけれども、小湊鉄道の全線運転再開を記念して、名物列車の鳩山トロッコに乗りたいと思います。被災現場をもちろん列車の車内から撮影して、その後の様子もレポートしますし、列車の旅を余すことなくお見せしますので、どうぞ最後までご覧ください。それでは今回の旅も始めましょう。先ほどコーヒーを買ってきました。早速いただいてみたいと思います。ここにちゃんと小湊待合室のラベルが貼ってあります。いただきます。こうやって車両基地を見ながら飲むコーヒーもおつなもんですね。うん。ライトテイストをお願いしたんですけども、その名の通り、あまりこうしつこさがない。軽い苦味、優しい味わいです。美味しい。そうそう、そうですね。今回、小湊鉄道に乗車するために、もちろん1日乗車券利用してまして、それがこれなんですけれども。今回は往復切符にしています。五井駅から上総中野駅まで、いすみ鉄道からスタートして五井駅まで、3つの動画として分割してお届けしたんですけれども、その時は房総横断記念乗車券を使用したんですが、こちらの1日フリー乗車券で旅をします。もちろんこの乗車券でいすみ鉄道に乗ることはできません。小湊鉄道の区間のみ有効です。お値段が房総横断記念乗車券よりも110円ほど高くなってますが、それでもね、こんなにバカ高いなという感じはないです。これで今回は旅をしていきたいと思います。あー、美味しい。予約をしていたんですけども、トロッコ整理券、里山トロッコと順番に見ていきたいと思います。こちらが1号車で、1号車は窓のある車両になります。で、続きましてこちらが2号車、3号車、ここは展望車両になります。今回僕が乗るのは4号車なので、普通車になります。これが4号車です。窓がついていて、とても見晴らしが良さそうです。通常の通電車に比べたら全然。そしてやっぱりこれは牽引する SL、 これなんですけど、結構迫力ありますよ。これ前から見てみましょうか。 SL を
あと30分後にこの列車に乗って旅をします。楽しみです。これがトロッコ整理券、改札を抜けましてトロッコ整理券を買う場所が設けられまして、それで買うことができます。事前予約するってインターネットでも受け付けていますが、購入は現地に行ってからになりますので、気をつけていただければなと思います。というわけで、無事里山トロッコに乗り込みました。まだ出発時間までは15分程度の余裕がありますので、しばらくこの風景をゆっくり楽しみたいと思います。土井駅の改札の方で立ってます。出発してから食べるんですけど、なんとこちら土井の唐揚げ、旅の定番土井の唐揚げ、それからおにぎり食べました。両方とも200円でトータルで200円。もう間もなく出発です。早速動き出しました。里山トロッコの旅始まりました。駅員の方々手を振っておられます。こちらの方々も手を振っております。僕もお茶でに応えたいと思います。行ってきます。
風台駅に到着します。今年の集中豪雨被害で、航空台から上総牛総監が被災現場になりました。前回の小日向鉄道で途中下車しない旅、航空台ご意見のところは、ここがスタートしてます。航空台駅に到着しました。被災現場がどのように変わったのか、これからレポートしたいと思います。見えました。被災現場、今このような状況になっています。全く綺麗な状態になりました。以上なんですけど、この一瞬だったんですが、集中豪雨の被災現場、本当に綺麗な状態になって、元通りになりました。綺麗な状態になってよかったです。ここでしばらく停車しまして、再び養老渓谷を目指して出発します。次の停車駅は里見駅です。引き続き里山トロッコの旅を続けたいと思います。